皆さん、脂肪肝という言葉を聞いたことはありますでしょうか？脂肪肝はですね、肝臓の疾患の中では一番多いと言われている疾患なんですね。そこで今日はですね、脂肪肝についてのお話をします。脂肪肝、健康診断で引っかかっちゃった、人間ドックで引っかかっちゃったっていう方ですね、多分たくさんいると思います。そういう方にもですね、ぜひ治し方ということで見ていただきたいと思います。もしかするとですね、最後の方はですね、治し方で、それもみたいな、なんかこうちょっとそういう話もねしちゃいますんで、最後まで楽しみに聞いてもらいたいと思います。それでは今日、手を動かしながら、で、もしメモ取れる方はね、メモ取っていただきながら聞いてもらいたいなと思います。ではまず脂肪肝とは何かというお話から始めましょう。脂肪肝とは何か、脂肪肝とは何かですね、医者の字とは思えないぐらい綺麗に書いちゃいましたね。脂肪肝、皆さん何でしょうか？はい、ありがとうございます。脂肪が肝臓についたことだろうって思った方、素晴らしいです。ちなみにですね、僕の動画ではですね、たくさん専門用語を喋ります。その専門用語を喋るからこそ、たくさん聞くことになると思うんですけど、たくさん聞けば聞くほどですね、慣れてきます。どんどん、専門用語を使っていくんで、皆さん慣れてってください。脂肪肝ですね、僕の動画でですね、よくお話ししているのは、難しい医学用語、専門用語があったらバラして考えるとうまくいきます。ちょっとバラしていきましょう。脂肪肝、肝臓に脂肪がついているよというものです。さて、バラしてみると見えてくるものがあります。あれ？肝臓ってなんだっけ？そういうふうに思った方、大変素晴らしいです。まず肝臓ってなんだっけっていうお話をちょっとさせてもらいます。そして脂肪、よく考えてみると、あれ、脂肪ってのも、そう言われてみればなんだっけっていうふうになると思います。まず皆さん、脂肪とは何か分かりますか？ラーメンあるじゃないですか。上のところに液体があるじゃないですか。キラキラってしてる、こういうなんか浮いてる雫のこういう風に浮いてるやつですね。これが油です。そんなん知ってるよって方いると思うんですけど、ちょっと想像してみてもらいたいのが、例えばこれが豚骨ラーメンだとするじゃないですか。あれ、なんで豚骨ラーメンってあのキラキラしてるの多いんだっけって思いませんか？これですね、実はですね、豚骨、まあ豚、これ豚ですよね、の、骨、骨ですね。骨、実はですね、ちょっとこれまた分解して考えるとですね、いろんなことが分かってくるんですよ。骨があります。で、この骨、バキッてこう割れるとするじゃないですか。そうするとこの中どうなってんだろうっていうとですね、この中実はですね、すごくたくさんこうなんか網目状になってるんですね。その中にどうなってるかっていうと、ちょっと透かして書くんですけど、どういうふうになってるかっていうと、この骨の中では実は赤血球とか白血球とか、そういうのの元になるような細胞たちがたくさんいてですね、こいつらがたくさんこうやって分裂してすごいたくさん増えてって、それでこいつが血管に乗って外に出ていって、血管の中の血液に乗って体中を回っていくよということで、この骨実はですね、骨髄って言うんですね。この骨髄の中には実は赤血球とか白血球とか血球になる成分、血液の成分以外にも脂肪がめちゃくちゃたくさん含まれてるんですね。脂肪ってなんでこれたくさん含まれてるのかっていうと、すっげーエネルギーの元になるから、だからすごいエネルギー使うからたくさん含まれてるっていう話があります。骨の中にはめちゃくちゃたくさん油が含まれてるわけなんですよ。なのでこれをバキッとやって、俺やってやって出し取るぜって言って、油出すぜって、美味しくしちゃうぜってやったのが豚骨ラーメンとかなんですね。なので豚骨ラーメンの上のところには油がたくさん浮いてると、あ、そういうことなんだと、絡めて食べれば美味しいんだと、まあそういう話になるわけですね。実はすっごい面白い話があってですね、すっげー昔の原始人たちはですね、骨をですね、こうやって、バキッて割ったその先のところを食べて、骨髄を食べて栄養にしてたっていう、そういう説もあるぐらいです。他に皆さん油思いつくものありますか？はい、ありがとうございます。大豆とか豆から出てくる油、あれも油ですね。本当にいろんな種類の油があったりするわけなんです。油の種類について語った動画はですね、昔出したので、ドクターハッシー脂肪とかで調べてもらえればですね、脂肪って漢字間違えちゃダメですよ。めちゃくちゃ詳しく話した動画があるんで、興味ある人はドクターハッシー脂肪でちょっと検索してみてください。そしてこの肝臓ですね、この肝臓のことが分かると、もうこれいろんなこともこれレベルアップしちゃって、もうこれ天才になっちゃう。皆さん、肝臓何やってるかご存知ですか？はい、知らないなんて言ってはいかんぞ。肝臓ですね、肝臓、皆さん何やってるかご存知ですか？はい、ありがとうございます。結構実はこれ難しいよっていう方いると思います。例えば医療系の学生さんたちだと、解毒作用があるとかいうふうに覚えてる方いるかもしれないですし、胆汁を作ってるところだっていうふうに覚えてる方もいると思います。素晴らしいです。皆さん、肝臓ってどこにあるかご存知ですか？ちょっと絵描いていきましょうね。人間はこういうふうになってて、まあおへそここら辺にあるとするじゃないですか。大体ですね、イメージとしてはですね、この溝落ちのグっていきなりこの骨がなくなるググってところのここら辺、ここラインより、これより上が胸、これより下が肺っていう感じなんですけど、イメージとしてはですね、まあここら辺にこういう肺がこうやってあったりして、ここに骨があったりとかしてみたいな、なんかそういう感じなんですけど、ここの部分、ここですね、ここに
こういう感じ、こんな感じで肝臓あるわけですね。ちょっとこうやって見てみてください。意外にでけえなと思ったと思うんですよ。でこいつじゃあ何やってんのって言うとですね、まず人間ご飯食べますよね。口からご飯を食べてですね、今度ここのグーってこう噛み噛みして、その後喉通るじゃないですか。この部分なんていうかご存知ですか？はい、そうですね、食道ですよね。でその後にどこ行くか知ってますか？はい、そうですね、胃ですよね。でそして小腸行って大腸行ってって、こうまあこういう風にご飯が流れていくと、まあちょっとそういう図を簡単に描きます。こんな感じですね。口から入っていって、これ腸を通って、それで最後いらなくなったらポンと捨てますよと。まあ、人間の体って大体ざっくりこんな感じになってるわけですね。でですね、ご飯を食べて、まあ腸まで行きます。腸まで行ったらですね、そこで吸収されてある血管に入ります。血液の中に入るわけですね。なんていう血管か皆さんご存知ですか？はい、ありがとうございます。これ門脈っていう血管なんですね。まあ知ってたらすごいです。イメージとしてはですね、食べてバラバラにしてここの腸のところまで行ったら、腸から吸収されてよいしょって、でこうやって肝臓の中にこうやって入るよと、そういうイメージです。ちょっと動きも大事なんで覚えておいてくださいね。いろんなとこがこうやって集めて栄養を集めて、でこれで肝臓の中にこうやって入るよと。でこの血管を何ていうかっていうと、はい、門脈っていうんですね。さてちょっと想像してみてください。肝臓栄養をたくさん何してるか、はい、栄養一番初めに集めてますよね。ということでこれを工場みたいだねっていうふうに言うわけですね。肝臓はエネルギーの貯蔵庫ということですね。貯蔵庫と呼ばれるわけですね。蓄えた後どうするか、必要だなっていうところに回してあげるわけですね。必要だなってところに体中に回してあげるためにはどうするかっていうと、これ肝臓の上にですね、実はここら辺によっこらせて心臓があるわけですね。この心臓に向かってこうやって今度ぶん投げてあげると、そうすると心臓のところに栄養を含んだ血液がいって、で心臓がバーンって送るから体中に栄養がドワーってこういう風に流れるよということで、すごいですね。肝臓ちゃんがいろんなもの蓄えてくれてるからこそ心臓に送ることができる、体中に送ることができると。人間の体こういう仕組みになってるわけですね。ここまできちんと理解できてる低学年の医学生も少ないぐらいだと思います。これも一般の方が理解できたらすごいです。結構勉強なんじゃないかって、分かりやすいぞって思っていただいた方はですね、この下に赤いチャンネル登録っていうボタンがあります。ここを押していただくとですね、普段から健康情報収集しやすくなります。ぜひね、普段から情報収集できるようにアンテナ貼っといてもらいたいと思います。ちなみに私ドクターハッシーと言います。よろしくお願いします。でいい動画だなと思ったら高評価のボタンもお願いしますね。肝臓はエネルギーの貯蔵庫だったというお話です。さてエネルギー、当然脂肪もエネルギー、いろいろつながってきたんじゃないでしょうか。ということでこの脂肪肝という漢字もう一回見てみましょう。脂肪肝の肝、肝臓は何しているところか、はい、エネルギーの貯蔵庫ですね。エネルギーのうち脂肪を貯蔵しているということで、肝臓に脂肪がこうやってたくさんくっついてたりするよということですね。っていうかそもそも肝臓って脂肪というエネルギーをたくさん蓄える臓器なんですよ。で何に名前つけちゃってんのって感じなんです。これどういうことかっていうと、ちょっと量が多すぎるよねっていうことで、肝臓そもそも脂肪を蓄える場所だけど脂肪肝という名前になってるわけですね。実際にですね、脂肪肝の定義はですね、肝臓に何十パーセント以上の脂肪がついているよっていう時に脂肪肝っていうふうに言うわけですね。この脂肪肝っていうのはですね、腹部エコーっていって、お腹にこうやってエコーを当てることで、まあ返ってきた音波とかを見てですね、肝臓がどれくらいの密度になっているよと、だから本来の肝臓にどれくらい脂肪がくっついているよっていうのが分かるということで、健康診断でこう指摘されるわけですね。しかも脂肪肝って普通に肝臓に脂肪が蓄えられてるだけなんで症状ないんですよ。健康診断とか人間ドックとかで指摘されることが多いよと、そういう話になるわけですね。さてここから脂肪肝もうちょっと詳しく説明していきます。脂肪肝の分類を勉強するとですね、脂肪肝についてもっと詳しくなることができます。ちょっとここだけ専門的なんですけど頑張って聞いてください。2つ目、脂肪肝の分類。脂肪肝はですね、実は、原因大きく分けて2つに分けられます。僕の大好きなアルコールですね、お酒ですね、によるものと、そうでないもの。もうほんと単純にこの2つに分けます。で、なんでこれ2つに分けるのっていうとですね、この肝臓って何する臓器って言いましたっけ？あ、そうですね、エネルギーを蓄える臓器って言いましたよね。何食べてもぶっちゃけ肝臓に入っちゃうわけですよ。その中でも脂肪がめちゃくちゃ肝臓につきやすいやつ誰っていうのは、結構昔からこのアルコールだって言われてたんですね。っていうかアルコールでガブガブ飲むじゃないですか。っていうかめっちゃ美味しいじゃないですか。で飲んでるとやっぱり食欲も上がってくるし、よく喋るようになるし、俺みたいになるし、よく食べるようになるんですよ。っていうことでアルコールはもう結構やばくねって、肝臓の世界ではですね、アルコールってやっぱりやべえやつじゃねみたいなところは噂あったんですよ。実際にそうだよねっつって、で脂肪肝の原因ってほとんどアルコールじゃねって言われてたんですよ。
ただエリを続けていくうちにですね、あの日本の医者は結構気づいたんですね。あれ、おめえお酒飲まなくねみたいな人がいるんですよっていう話が出てきて、こういう分類が出てきたと。まあ実はそういう経緯があるんですね。ただアルコールはめちゃくちゃエネルギー量が高いからこそ脂肪肝につながってしまうよというのだけちょっと覚えておいてもらえれば OK です。アルコールによるものとそうでないものに分けると。で、このそうでないもののことをちょっと難しいんですけど、英語でナフルディなんて言ったりするんですね。で、ナフルディナフルディって言われると、はい、すでにもう私の世界ではございますみたいな感じになるんですけど、難しすぎて分解すると分かりやすいので、これもちょっと分解してみましょう。この N はですね、ノン、違うよって意味です。で、これはですね、アルコール、アルコールじゃないよですね。アルコールじゃないけれども、 F、 これはファッティの F ですね。ちょっと脂肪だよ。 L、 L がリバー、肝臓ですね。リバー、肝臓。 D がディジーズ、病気ってことで、アルコールじゃないやつだけど、脂肪が肝臓についちゃってる病気だよみたいな感じですね。ナフル D ですね。そしてですね、この、アルコールじゃないものですね、そうでないものの中に2つ分けましょうねっていう話があります。これ2つに分けると NAFL っていうのと NASH、 NAFL と NASH ですね。これがナッフルってやつで、こっちがナッシュってやつなんですけど、もうここまで来ると難しいよっていう方いると思うんですけど、ちょっとだけお話させてください。ナッフルっていうのはもうさっきのやつです。ノンアルコールファッティリバーなんで、アルコールじゃないものだよと。ナッシュ、こっちですね。この H がポイントで、これヘパティティスって言ってですね、肝臓が炎症を起こしちゃうと、この H が出てくるんですね。なので、これ炎症が起きちゃってると思ってください。肝臓に炎症が起きているということで、なんていうかというと、はい、そうですね、肝炎という状態なんですね。最後に炎症が起きてるって言ったじゃないですか。ここだけちょっとポイントがあるのでお話しさせてください。脂肪肝が進むとどうなるかというお話です。3つ目、脂肪肝が進むとどうなるか、書かせていただきました。脂肪肝放置は良くないよということですね。脂肪肝放置するとどうなるか、それちょっと絵に描いて説明していきます。あ、そうだ、でコメント欄でですね、スクショタイムが欲しいっていう方もいましたので、ちょっと復習がてらスクショタイム作ります。脂肪肝ですね、難しい医学用語が出てきたら、はい、そしてバラして考えるですね。脂肪肝、肝臓に脂肪がついていると。あ、そうだよねと。で、じゃあこれ脂肪ってなんだろう、肝臓ってなんだろうって話になると、その時に例えば食べ物であれば、この豚骨ラーメンの、これ豚骨ラーメンなんだ、この豚骨ラーメンの、これ多分麺でしょうね、の上に浮いてる油ですね。で、なんでこれ油浮いてんだろうと思ったら、豚骨の骨の部分ですね、これ医学的に考えてみると、骨、そういえばボキッと折ると、これ中に赤血球とか白血球とか血液の成分たちがたくさん入ってて、脂肪っていうものもすごく含まれていると。あ、だからこれ油こうやってボキッてやって、よいしょってやって、オラってやってラーメン作ると、あ、美味しくなるんだなと、まあ、エネルギーなわけですよ。じゃあ食ってみようって話ですね。人間がこれを食べます。で、そうすると腸まで行きます。で、腸で腸分解されて腸肝臓に入ってですね、その部分を何て言ったかというと、はい、そうですね、門脈って言ったんですね。門脈から入って肝臓に蓄えられると。なので肝臓はエネルギーの貯蔵庫と呼ばれるよという話でしたね。で、心臓からギュッと送られて体中に栄養が行くようになると、まあそういう話になるわけです。なので、そもそも肝臓はエネルギーの貯蔵庫なんだけれども、多すぎると脂肪肝という状態になるよと。脂肪肝の原因考えてみようねという話でした。脂肪肝の原因はほとんどがアルコールだよと昔は言われていたと。ただアルコール以外の理由もあるんだねっていうのが分かってきて、アルコールによるものとそうないものっていう分類ができたと。それがいわゆるナッフル D ってやつですね。このナッフル D に関してもちょっと2つに分けるよと。これはナッフルっていう、まあ脂肪がついただけの状態、そしてそれが進んでしまったナッシュという状態、この2つの状態に分けられるよという話でした。さて、これから話すのはこのナッシュっていうのが出てきたので、脂肪肝をもし放置してしまうとどうちょべり場なのか、そういう話をさせてもらいたいと思います。肝臓があります。で、肝臓にはまあ門脈が入るって話しましたね。門脈がこうやって入ってエネルギーをこれぶち込むよという話しました。そうすると、まあ、例えば脂肪をバンバン食べたりとかすれば、肝臓に脂肪がこうやってついてきます。この脂肪がたくさんついてる状態を脂肪肝って言うんですよね。さて、ここからちょっと新しい情報です。実はですね、肝臓にはめちゃくちゃ血管があります。肝臓破裂したところを見ると分かるんですけど、血液バッシャーなります。ものすごい肝臓って血液多いです。もしかするとレバーとかを調理したことがある方も、あ、これ結構赤いね、血液出てくるなと思ったことあると思います。これはですね、すげえ肝臓が血流が豊富、血液がたっぷり含まれてるからですね。さて、ちょっと血液流してみます。血液流してみました。血液流れます。さて、この血液の中にはいろんなものがあります。何がありますか？は
はい、そうですね、赤血球とか白血球とか血小板とか血小とか、まあいろんな分類があります。今回はちょっと省きましょう。その中でも今回注目していただきたいのは白血球です。白血球がですね、こうやってすっごいたくさん泳いでるわけですよ。これガーってこうやって走りまくりまくると、ちょっとポイントがあってですね、この肝臓本来だったらこういうのないんですよ。だけどこの油がもしついてたりとかすると、おめえちょっとなんか悪いやつじゃねと、異物なんじゃねみたいな、いつもと違わないっていう感じでですね、この白血球がいつもと違うやつ見いけた、食べよってやるんですね。そうするとバク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 ってこうやって食べます。で食べると、今度あ今悪いやつ食べたよって応援要請しますって言ってですね、今度化学物質を出します。なんていう化学物質か皆さんご存知ですか？はい、サイトカインって言うんですね。こんな難しい言葉覚えなくていいです。ただ耳で聞き慣れてもらえればすごく嬉しいです。サイトカインバ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 ン出すんですね。化学物質を出します。でこの化学物質があるとですね、また白血球寄ってきます。どん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 寄ってくるわけですよ。で寄ってくると、これ何が起きるかっていうと、すんごいここめちゃくちゃになるんですね。何かを起こします。さあ皆さん何を起こすでしょうか？はい、ありがとうございます。炎症を起こすんですね。炎症はですね、大体の場合はですね、すぐに治ります。ただこれもしですよ、おーわーおーわーおーわーって、これすごい肝臓の至るあらゆるところで炎症を起こしてしまうと、これはあんまり良くない状態で、なんていう状態かというと、はい、そうですね、これが肝炎ってやつなんですね。結構炎症を起こしちゃうわけですね。さてちょっとさっきの言葉を思い出しましょうか。このナッシュ、この H はヘパティティス、いわゆる肝炎だよってお話をしました。なので脂肪肝が肝炎につながってしまった状態だよという話になります。さてどうでしょうか。ここまでめっちゃ難しい話してるんですけど、イメージ湧きましたでしょうか？まだまだ話続きます。もしですね、ここまでで勉強になったなと思っていただいた方は、この下のところの赤いチャンネル登録っていうボタンを押していただいて、普段から健康診断しなきゃなとか、健康系の意識つけなきゃなとか、アンテナをね増やしていただけたらすごく嬉しいです。いい動画だなと思ったら高評価のボタンも押していただけるとですね、この情報を必要としている方のところに届きやすくなるという YouTube の仕組みがあるそうなんで、ぜひ高評価のボタンもお願いしますね。脂肪肝になりました。でそうしたら今度炎症たくさん起こしてたら肝炎になっちゃいます。でこの肝炎起こしたらその後じゃあどうなんだよという話があると思います。実はですね、肝臓にはもう一個細胞が隠れてます。なんていう細胞かっていうと、ピッピッピッってこう繊維芽細胞っていう細胞が隠れてるんですね。繊維芽細胞ちょっと、これ分かりにくくなっちゃうんで型が書いてあるんですけど、繊維芽細胞、繊維っていうのはあれです、あのこういう繊維ですね。繊維の目になる細胞っていうのはこうやって隠れてるわけです。なんで目なんだよって思うと思うんですけど、これ実はですね、ある化学物質によってどん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 増殖するぜ、だから俺目の状態でいるぜっていう、そういう空気感です。さてこいつらが増えるスイッチになるような、そんな化学物質、ちょっと聞いたことあると思いませんか？はい、そうなんです。ここにいるんですね。やっぱりサイトカインなんですよ。どん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 こうやって増殖していきます。炎症を起こすと繊維芽細胞が増殖します。繊維芽細胞って繊維です。これイメージ柔らかいですか、硬いですか？はい、これ硬いですよね。ということで、いろんなところで炎症を起こしたら、当然いろんなところでこの繊維芽細胞がどん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 増殖していっちゃうわけですね。そうすると肝臓は柔らかくなるでしょうか、硬くなるでしょうか？はい、硬くなるんですよね。ということで肝臓が硬くなってしまうよと書いて肝硬変って言うんですね。脂肪肝、そして肝炎、そして肝硬変、まあこういう流れがあるわけなんです。ちょっとこれ医療従事者向けにもなっちゃうんですけど、例えばエコーを当てるというお話しました。そうするとさっき脂肪肝の状態分かるよっていう話しました。脂肪がキラキラ光るんですね。でその後炎症を起こしていると、まあそれもそれでまた分かります。でその後ですね、そうすると今度硬くなると、これちょっと萎縮します。で萎縮すると肝臓、本当は最初尖ってたのがこれキュッとこう丸くなったりとか、あとギュッとちょっと小さいかなっていうのも、前と比べると分かったりします。なので肝臓だけでもこの脂肪肝から肝硬変に変わる流れとかは見えたりとかするんですね。こういうふうに医者っていろんな検査をしたりとかして診断をしていくんですけど、そして肝硬変の状態になると、今度ですね、これがずっと、それでもまだまだずっと続いてたりとかすると、すごく恐ろしいのが肝がん、肝細胞がんという肝がんの原因になってしまうということですね。なので医者は何を勧めるかというと、健康診断の状態でもし脂肪肝で見つかったのであれば、そしたらこの脂肪肝を治療することができれば、こういうふうに進む嫌な流れ、この流れを止めることができるということで、今日お話ししたいのはこのところですね。この次ですね、脂肪肝の防ぎ方、治し方、予防の仕方ですね。実はですね、かくいう僕もですね、脂肪肝になったことがありましてですね、僕はですね、アルコール性の脂肪肝ですね、がっつりやって
ってですね、でその後にアルコール性の脂肪肝からのアルコール性肝炎っていうのにまでなったことがあるので、この話すごくイメージは出しやすいんですけど、めちゃくちゃ辛いです。肝炎になるとですね、二度と酒飲むかって感じになります。なんかすっげえ体だるい感じで、気持ち悪い感じで、なんか吐くみたいな感じじゃないんだけど、なんかこうだるい感じで、でも気持ち悪くてズーンっていう感じみたいな、そういう感じになります。脂肪肝についてですね、薬で治療するっていう方法もあります。薬についてはですね、この薬の取説っていう本ですね、この本があるので、もしよければお手に取ってみてください。ドクターハッシー薬の取説って検索していただくとですね、 Amazon とか楽天とかたくさん出てくると思います。他にもですね、油の話結構してます。まあ僕内科医なので油の話大好きです。たくさんしすぎちゃうとちょっとみんな十分話長いよって感じになると思うんで、もしよければね、きちんと文字読みたいよって方はですね、ドクターハッシー、すぐ元気マックスになれる61の科学的法則とか、主張の見方とかね、ここら辺の本もちょっと手に取ってみてもらいたいなと思います。全然売れてません。ということで、4つ目いきましょう。予防法とか治療法ですね。脂肪肝の予防法、治療法、治そうぜ脂肪肝ですね。脂肪肝の治し方いろいろあります。で、これまでの話聞いた方はですね、もうちょっといろいろイメージ湧くと思います。これがですね、いわゆる病態整理というやつです。病態整理って何かっていうと、病気の状態を理解しましょうと。これどういうことは、病気の仕組み、人間の体の仕組みを理解して、そして病気の治し方まで考えちゃいましょうというのが、この病態整理学ってやつです。で、今日お話ししたのはこの脂肪肝の病態整理です。なので脂肪肝の病態整理が分かれば、必然的にじゃあどういう治療をした方がいいよねって分かる。これがいわゆる西洋医学の面白さですね。さて皆さん、脂肪肝どうやったら治るか、今日のお話の中で、ちょっと想像してみてください。いくつかあります。さあ皆さん、いくつ挙げられますか？まずヒントです。この図ですね。この中で何がありますか？これ貯蔵庫だっていう話をしましたよね。ってことは、ものすごい食べたらどんどん貯蔵されちゃうんだな。ということで、どうすればいいかっていうと、はい、一つ目は食べ過ぎないということですね。食べ過ぎちゃ嫌よですね。食べ過ぎるとどうなるか、もう結論ですね、肝臓でものすごくいろんなエネルギーがこう蓄えられすぎてしまいます。どんなものでもですね、やっぱり食べ過ぎると油に変わります。人間の体、もう本当にそういう仕組みなので、もう単純にそういう仕組みです。なので基本的にはバランスよく食べるっていうのが大事です。難しいこと考えてると食べるのつまんなくなっちゃうんで、バクバク食べるのを楽しむんじゃなくて、程よく楽しむと、こう日本人のおしとやかさでいきましょう。そういうことですかね。でですね、食べ過ぎないようにするテクニック、いろいろあります。例えば野菜ですね。野菜たっぷり食べた後だと、お腹いっぱいでそんなに食べたくないなんてなると思います。これ何かっていうと、お腹いっぱいだよホルモンっていうのがあるんですけど、お腹いっぱいだよホルモンが出てくるまでの間をですね、時間を稼ぐのすごく大事なんですね。ゆっくり食べるの大事だよって聞いたことあると思います。逆にですね、爆食いすると一気に食べれるんで、一気に太ることができると。なので気をつけなきゃいけないのは、食べる時間だったりします。他にも、あと食べるものですね、胃がこういう風にあって、そこに野菜をこうたくさん乗っけた後にいろんなご飯が乗っかってきたりとかするので、吸収に時間がかかるわけですね。なので食べる順番とかもすごく大事です。ちなみに僕がおすすめしてる食べる順番はですね、まず一番初めは汁物です。お味噌汁だったりとか、特にですね、具沢山味噌汁、たくさん水分含んだ上で野菜食べれるんで、一発目具沢山味噌汁だったりとかすると、もう最強ですね。めちゃくちゃ健康的です。で、具沢山味噌汁食べた後に、飲んだ後に野菜をしっかり食べて、でその後にご飯だったりとかおかずだったりとか、こういう風に食べていくと、すごく体にいいと。そのいろんな技術はさっき言った通り、この本たちに書いてあるので、ぜひね、皆さん手に入れてください。これがまず一つ目ですね。二つ目いきましょう。直し方二つ目ですね。皆さん何があるでしょうか？はい、そうですね、もう皆さん大好き、運動ですね。もう皆さん好きで好きで仕方ないと思います。運動はですね、2種類あります。何と何があるか皆さんご存知ですか？そうですね、これ有酸素運動と無酸素運動ってのがあるんですね。ほんと読みにくいですね。有酸素運動と無酸素運動、共通点は酸素運動ですね。これありかなしかっていう話になってます。で、これ何かっていうと、この酸素がある運動と酸素がない運動、つまりですね、こっちは息止めながらできるウホウホ系ですってできる、無酸素運動ですね。で、有酸素運動はっていう感じの、マラソン系ですね。有酸素、ずっと酸素を吸い続けないとできない運動みたいな、そういう感じです。なのでこっちはいわゆる筋トレ的なやつですね。こっちはいわゆるマラソン的なやつですね。さて皆さん、問題です。有酸素運動、酸素を使ってしかできないめちゃくちゃ大変な運動と、酸素を使わずにその場の瞬発力とかでやる運動、どっちの方がエネルギーをたくさん使うでしょうか？
そうですね、エネルギーずーっと使うのはずーっと走り続けたりとかするこのずーっと酸素が必要になる運動、有酸素運動ですよね。ということで脂肪肝の治療に一番有効的なのは有酸素運動ということになります。なのでウォーキングとかマラソンとか長距離の運動とかスイミングとかプールとかですね、こういうのもですね、すごく有酸素運動に含まれてエネルギーたくさん使うことができます。でもこれ、ああ分かった、じゃあ泳ぎ始めならないんですよ。これ人間って不思議ですね。なのでこの無酸素運動のお話もちょっとしておきましょう。無酸素運動はですね、やっぱり筋トレとかトレーニング系になるんですけど、これ分かれるのがですね、この有酸素運動か無酸素運動か分かれるのは時間なんですね。これとこれの違いは20分という時間です。20分。なんで無酸素運動の方がやりやすいよって人もですね、これ20分以上やったら気づけば有酸素運動みたいなもんなんですよ。あんま気にせずですね、20分以上動くっていうことだけイメージしてもらえれば OK です。例えばですね、階段とかをこまめに使うようにするですね、20分以上階段登ってる人ってなかなか見たことないですけど、他にはですね、例えば電車通勤の方ですね、今ちょっとコロナの感染とかも気になると思うので、ぜひぜひ1駅分前で降りてとか2駅分前で降りてとか、もう歩けるんだったら全部歩いちゃうみたいな、こういう細かい積み重ねがですね、この有酸素運動の数を増やしてですね、有酸素運動の数が増えると何かっていうと、この脂肪肝が治っていくと、もしくは予防ができてしまうというお話になります。ぜひね、大変な肝炎の状態皆さんにはね経験してほしくないです。で、運動の話もっと詳しく聞きたいよって方はですね、今回の動画はちょっと脂肪肝についてのお話なので、ドクターハッシー運動とかですね検索していただければ嬉しいです。運動3つ目、脂肪肝を治す方法。これですね、もうずっと今日一日一番話したくてこの動画ずっと撮ってたところもあります。何か方法あると思いませんか？脂肪が燃える食べ物ないのって思ったと思うんですよ。皆さん朗報です。ズバリ言います、脂肪が燃焼する食べ物は鶏肉です。びっくりしますよ、鶏肉。なんで鶏肉マジでって、俺嫌いなんだけど、私嫌いなんだけど、声が聞こえると思うんですけど、鶏肉じゃなくても大丈夫です。ささみとか良質なタンパク質であれば OK です。赤身のもも肉とかですね、そういうのも全然 OK です。普通に考えてみたら、食材的に考えてみたらですね、動物の筋肉なわけですよ。鶏の胸肉のことちょっと考えてみてください。鶏飛ぶためにできる限り軽くなきゃいけないじゃないですか。要は脂肪がなきゃないほど飛べるわけですよ。ってことで、あいつら最大の軽量化をしてるわけですね。最大の軽量しないと飛ぶことができないので、ということで、すげえパワーで走り回る、動物たちのあのもも肉とかですね、ものすごいパワーがあるわけですよ。やつらを摂取するとですね、マッスルをつけることができます。マッスルをつけることができると、マッスルを維持するために自分が気づけばエネルギーを使わなきゃいけない体になっていると、いうことなんですね。これを何というか皆さんご存知ですか？はい、そうなんです。これが基礎代謝というものなんですね。はい、基礎代謝ですね。基礎的に代謝、人間の体を維持するために必要な基礎的な、代謝エネルギーですね。ということで、基礎代謝、これを増やすことができると。ですっごいおすすめなのは、ただただ鶏肉バクバク食べるんじゃなくて、運動した後に鶏肉を食べる、筋トレとかトレーニングをした後に鶏肉を食べると、この筋肉が大きくなります。大きくなるとその分基礎代謝が増えます。ということで、より一層お得なわけなんですね。確かにこっちはエネルギーたくさん使って痩せることできる、脂肪肝治すことができるけど、おいおいおい、無酸素運動おめえもやるじゃねえかということで、おすすめはですね、有酸素運動と無酸素運動をうまく組み合わせて、時間ある程度確保して運動していきましょうというのが、この脂肪肝の治し方っていうことで、ナッシュ、ナフル D、 ここら辺もですね、食事と運動気をつけましょうねっていう、本当にシンプルなガイドラインになるということなんですね。いかがでしたでしょうか？勉強になったなと思っていただいたらですね、本当に長い動画ですみません、ここに赤いチャンネル登録っていうボタンがあります。そこを押していただいて、いい動画だったよっていう方はですね、高評価のボタンも押していただいて、本来だったらならなくていい病気になる人も減らすことができると思っています。外来とかだとすごい話が長くなっちゃう分ですね、こういう風に動画でお話しさせていただいているところがあります。もしよければね、これからも動画で健康情報を収集していただければと思います。ぜひよろしくお願いします。以上、ドクターハッシーでした。ありがとうございます。